パラダイスバレーから望むアブサロカ山脈パラダイスバレーパラダイスバレーはアメリカ合衆国モンタナ州の南西に位置するアブサロカ山脈とギャラティン山脈に挟まれたイエローストーン川沿岸の一帯を指しイエローストーン国立公園の一部にもなっている雄大な大自然に囲まれた地域である1970年代のヒッピームーブメントの時代に詩人のリチャード・ブローティガンをはじめピーター・ホンダ ウォーレン・オーツ、ジェフ・ブリッジス、サム・ペキン・パーなどが住み始め、多くの作家や音楽家、映画関係者が訪れ、彼らは、モンタナ・ギャングと呼ばれた。イエロー・ストーンガーの支流がたくさんあり、フライフィッシングの釣り場としても人気が高い。brautign.net、ハットアバウト・クリストファー・ペイリニー・ランダム・ハウス、インク、フレンツ・セイ・ストーリーズ・センセシャナリス・ブラウトガン。 エスライフアフターヒズデスバーブ、スミス・ボーズマン・デイリー・クロニクル7ノーベンバー1984-29インテルの新しい帝王、オー、脇秀夫アイテムディア2009年3月26日。ありがとうございます。